皆さんどうもこんにちは。今回の紹介は今回はですね、3月3日はひな祭りということで、今回はこちらのひなあられを食べていきたいと思います。はい、こちらを読んでいきました。まず大きく書いてあるのがひなあられ、それで下には桃の節句ですね。はい、でここに入っているものと、こちら作ってるところと、タンパク質とかナトリウムとか、あと注意書きとかが書いてあります。はい、ということで、まあこういう風にね、男の子と女の子がいますね。でこう提灯じゃないな。でまあいろんな色がありますね。白とかピンクとか黄緑とか黄色とかがありますね。じゃあ今回はこちらをね、食べていきたいと思います。でまずは開けていきます。感じはこんな感じ。美味しそうですね。はい、じゃあちょっとね、食べていきたいと思います。じゃあ引いていきます。黄色が出ました。それでは黄色はどういう味なのでしょうか。うん、美味しい。めっちゃ美味しいですね。じゃあ次、黄緑。うん、口から出ちゃった。うん、なんか微妙に味が違うような、これは私の口の中があれなのかな。で次ピンク。うん、なんかピンクは甘い。じゃあ次はこちらお米の白ですね。食べていきます。うん、白はめっちゃ美味しいですね。多分これ味ちょっと違うのかな、どうなんだろう、よくそこのところわかんないんですけど、違く感じるような感じないような。でなんかちょっと豆が入ってましたね。豆、じゃあ食べてみます。うん、これは落花生ですね。落花生的な感じの大豆ですね。大豆、うん、美味しい。大豆の多分納豆のちょっと納豆の味が少ししますね、この豆。はい、ということで今回はひなあられの紹介でした。皆さんもこちら食べてますか。ひなあられ、とっても美味しいので、ぜひまだ食べていないという方はぜひ食べてみてください。それではバイバーイ。